えー、埼玉県大宮の鈴木会員です、えー、このケースはですね、えー、まあ前歯がこうやってちょっと出っ歯気味飛び出てる出っ歯系といいますかあとはもうこれが特徴的ですよね奥歯がここに生えているケースでこの方は埼玉から来ていましたがえー、6ヶ月ぐらい目でもう沖縄に引っ越すと。 沖縄に移住するということの話になりましてそれで沖縄から通うの大変だろうということでまあ急遽、まあどの道そんなに難しくはないですからこの白いワイヤー矯正で、えー、あっという間に直しました半年ぐらいですね、えー、なぜ半年で終わったかというと下の歯並びがすごく元から 下なのでまあ費用も安く費用も安くまあこれがフィニッシュの時のもうちょっとワイヤーでもう1ヶ月で下終わりますよねというかもう下矯正しなくていいんじゃないかっていうぐらい歯並びがいいんででついでに沖縄に引っ越してしまうということででこの歯抜歯すればもうすぐここも歯並び良くなりますしあとはもう抜 すると言っても、ここを抜死するだけで、あと隙間をちょっとディスキング。で、この点で注意しなきゃいけないのは、まあ女性ですから100%真ん中の成虫を気にしますよね。真ん中の成虫は絶対合わせてねというのが、特に上ですね。上の真ん中の成虫を合わせてほしいということで、 こうやって前歯がずずずずっとこうずれてるような歯並びの方っていうのは真ん中の成虫をねこう合わせなきゃともちろんもう一つの点は出っっ歯にしないっていてうことですよねこうやって前歯がねじれてるケースの人ってたくさんいますけど世の中これ普通にただのさっきの 内側に入った奥歯抜くだけじゃダメですよそれでワイヤーかけるとまず真ん中の正中線があっちにずれるかずれてしまったりあとは何にも隙間も何も調整しないでワイヤーかけると出っっ歯になってしまうんですよそういう点でもトラブルになってしまうんで気をつけてくださいで隙間ピッピッとこう軽く研磨してディスキング IPR っていうんですけども で半年であっという間にきれいにして沖縄移住というケースでした何かあったら沖縄から定期検診という感じでしたがまああのそんなに問題なくでもこれ何年も前に、えー、ケースですからまあ今もって安定していますよね後戻りもなくもちろん沖縄にマウスピースは宅急便で送ってましたんで とにかく出っ歯にしない。ね。これが出っ歯になってしまうケースが世の中多いんで気をつけてください。ね。この出っ歯になってしまって並んでしまうか、出っ歯じゃなくてちゃんと出っ歯にならないで並んだとして、今度は後戻りさせないっていうのも重要ですよね。この保持する。 矯正の後それでいて半年で終わっちゃうとこれマウスピース矯正だったら12年じゃないですかね1年1年半ぐらいうまくいかないと出っ歯になって終わってしまうんでもしこれを見ててマウスピース矯正をやろうとしてる先生とかワイヤー矯正の経験が少ない先生とかだとまず出っ歯にならないようにする。 正中線真ん中の正中線がちゃんと真ん中に合うようにする、えー、後戻りをさせない、えー、後戻りしてね後戻りを、えー、したらまた再矯正でお金取られちゃうとか、えー、そういうのを患者さんはすごく気をつけるでワイヤー矯正で熟練してる人だったらもうあっという間に半年で終わりますが。 半年で終わったって後戻りするかもしれないんでもちろん普通に最初は1年1年ですよーって言っときますけどねもちろん抜すするケースでではないですねこれ抜歯したら、えー、大変なことになりますがこのこの抜歯とは違いますよこれは確かに抜歯してるけどあっちもこっちも抜歯したらもう失敗しますからねえー、まあ このケースは邪魔な刃を取ったっていう意味での罰歯ですからねまあとにかく矯正が終わったらマウスピースは3年は必ずする3年したってこのねじれ前歯は4年目5年目で動きますからねだからここを固定してますよねカチッて固定してるの分かりますか えー、56年したら外してマウスピースを久々にするとそれまでは3年はマウスピースを宅急便で送ってあげてそのマウスピース代も含めて費用が安いとでもちろん白いワイヤーであっという間に直す、えー、それがコツですね、えー、意外にマウスピース矯正でこのケース、えー、やろうとする先生たくさんいると思いますが。 まあ、成虫が地ちにずれたまんま出っ歯になって、えー、トラブルにならないように本当気をつけてくださいこれを見てる患者さんも、えー、気をつけてください、えー、そういうマウスピース矯正とかワイヤーでもですね先生にもう何年矯正してるんですかどれぐらいの人数を矯正したことがあるんですか聞いてもいいと思いますよ実績はどれぐらいやってるんですか、えー、そうじゃないと えー、信用ならないというかね、えー、失敗して、えー、今ニュースでトラブルネットニュースでもトラブルが調べれば出てきますんで本当に気をつけてください、えー、日本矯正学会、えー、大変心配しておりますね、えーまあ、例えはこんなこんな罰し矯正はしないようにこのケースこんな罰し矯正はしちゃダメですねしゃこれはもうすごく刃の時とかにやってくださいねというケースですね そんな感じで、どんどん強制のケースを出していきたいと思います。高評価ボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけると幸いです。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル鈴木鹿チャンネルと鈴木慎次郎チャンネル2つありますんで、どちらでもいろんな動画出してるんで、よろしければお願いいたします。 SS さんも募集中です。よろしくお願いいたします。